はい、おはようございます。炭酸水のランジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、炭酸水の効果実証済みのコンテンツを新たに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、10年以上肩こりで悩んでいるあなたにですね、ちょっとお話がしたいと思って動画を撮りました。お話がしたいっていうのもちょっと変な感じなんですけども、僕のお店にもですね、ずっと肩こりで悩んでいる10年20年ぐらいでですね、ずっと悩んでいる方が来られます。で、そういう方はまあ後で言いますけども、今地域で一番硬いって整骨院で言われるとか、ずっともう放置諦めている人も中にいてますよね。で、そういう方ですね、何をしているかというと何をしているか、10年以上何をしてましたかって聞くとですよ、サロンパス、シップ、マッサージ、整骨院、出るんですって。でもですね、ちょっと残念なお知らせなんですけども、このサロンパス、シップ、マッサージ、整骨院を一生懸命頑張って10年ぐらいって言ったら結構いってますよね。良くならないっていう、その選択自体が間違えてるってことなんですね。僕から言わせてもらうと、これ10年以上肩こりになってるのは、もうおそらく間違いなく自分が悪いんですね。こうきつい言い方するかもしれないんですけど、その方の生き方、生活のリズムっていうものがそもそも間違えてるんです。だってそうじゃないですか。ちょっとでも改善していったら良くなるのに、良くならないんでしょ。こういうとここういうのをしても、でこれ自体がですね、まずチョイスミスが、ここでもかなりのチョイスミスをしてるわけなんですね。で、こういう方が僕のお店をひょっと知ったことによって来ていただきます。ほんならどうなんと、私がやっている高さですね、私地域で一番硬いって言われてるんだけど柔らかくなるんですかみたいなこと言われるんですけど、どんな自慢かよ分かんないんですけども、そういうこと言われることもあるんですね。で、炭酸を使ってます僕は。で、これも物販でも通販でも買えるんですけど、僕はセルフケアです。セルフケア、まずセルフケアを、もう 3箇所でいいです。とりあえず3箇所、いっぱい教えてもですね覚えれないんで、もう3箇所でいいです。肩首ね、でこうやってこう回すだけでいいんですよ。回すだけで、でこれでですね、これをすることによって生活の習慣って一つ変わるじゃないですか。今まで、言えばね、朝起きてご飯食べて寝て仕事行って爪切って歯磨いて寝るとか、そんなもう同じようなルーティンを一生続けてるわけじゃないですか、人間って。でもですね、一つこれに炭酸っていうのを加えるだけでですね、変わるでしょ。そらだって違うことをここに取り入れるんですから、変わるに決まってるじゃないですか。で、そもそもですね、なんで違うんかっていうとですね、こっちは血行を良くします。血行を良くする、毛細血管を拡張するっていう、これぐらいの細い毛細血管がこう広がるんですよ。広がることにどうなるかと、血液の流れる量が増えます。流れる量が増える、そしたら凝り固まっていると 筋肉にも行き届きやすくなります。量が増えるからね。でもう一つ、こんだけのちっちゃい細い管みたいなところに流れてる量というか圧力ですね、圧力が太くなる、血管が広がることによってどうなるかというと、血圧も下がります。血圧も下がります。で、これが炭酸って僕が使っているその炭酸製剤、炭酸スプレーなんですね。これをかけます。で、果たしてこちらの方、この子らは言えば血行良くしてるんじゃないんですよ。痛みが取れたとかいうのはこれね。どっちかというと毛細血管を細くしてます。で、痛みを、いわばですね、血を通さないようにするために、血を通らないようにして痛みを麻痺させてるんですね。これ恐ろしいじゃないですか。正座してる状態みたいなもんですよ、ずっとサロンパさんって。あれ聞いたと思ってない、あれ聞いてないんです。絶対麻痺していってるんですね。それって何が起きると、次脳の信号が間違えて言ってると勘違いしてですね、
つい悪化するんですよね。ちょっともう笑ってしょうがないんですけども、要は血管を細くして痛みの物質を感じさせないようにしてるわけなんですよ。これ非常に怖いですよね。いやもうこれはっきり言ってこれチョイスミスなんですね。もともとこの10年以上やってるものが。で、あとマッサージ整骨院ってちょっと僕はもういいか悪いかわからないです。ここは言うと僕もねあれなんであんま言わないんですけども、でもこれをこの4つのどれかをするしてて10年以上肩凝ってるっていう人は本当にここを責めるよりも自分まず自分の生活習慣を改めた方がいいんじゃないかなと思うんですね。その生活習慣のためにこれですよ。これをかけて血行を良くして血圧も下がるし、こうやってこれね、これ歯磨きながらでもできんじゃないの、こうやってカシ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 ね、できますよね。これするだけでですね、10年以上の肩こりがおそらくですね、1ヶ月続けるだけで半分ぐらい減ると思うんですよ。半分減ったらもうそっちのこっちのもんじゃないですか。今まで悩んでるもんがだいぶ減るんですよ。生活の不愉快な不快な気持ちが抑えられるんです。で、それがこれだけで済むんですから別に問題ないですよね。で、あと施術とか云々とかは別に僕はどっちでもいいです、はっきり言って。体の生活習慣を僕は直していってほしいと思いますんで、ぜひですね、長年10年以上肩凝っている人とか、どこ行っても整骨院とかマッサージ受けても全くガチガチで地域一番とか言って変な自慢してる方はですね、一回これを使ってみてください。これを使うことによってあなたの体の変化が出る可能性が非常に高いです。今までやっていなかったことをするっていうそのあなたのチャレンジ精神がですね、体の変化を言えば変化を導くためのものだと僕は思ってますので、ぜひですね試してみてください。はい、まあ、こんな感じで今日はですね、10年以上肩こりに悩んでいる人ですね、その方あなたにお話しました。また次回お会いしましょう。さよなら。